ミーグリではメンバーの人気度によって完売率が変化します。日向坂46の場合、第二次抽選でほぼ全員が完売してしまいますが、人気度はどのように反映しているのでしょうか。今回は2023年最新ミーグリ完売から見た日向坂メンバー人気ランキングトップ10をご紹介します。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。10位、影山優佳。ミーグリ完売から見た日向坂メンバー人気ランキング10位は、9枚目シングルで卒業を発表した影山優佳さんです。影山さんは学業に専念するため2018年から芸能活動を休業していましたが、2020年から復帰しました。復帰後は趣味であるサッカー関係の仕事を多数獲得し、世間に名を轟かせました。2022年のワールドカップでは各種番組のゲストとして登場した際は、サッカー好きの枠を超えた発言と立ち回りで多くの一般層とサッカーファンからの認知を獲得しました。そのあまりの活躍ぶりに、ガチすぎる、アイドルの域を超えているなど大反響を呼びました。早朝深夜を問わず番組に出演していたため、その大忙しの状況にツイッター上でハッシュタグ影山寝ろがトレンド入りしていました。その様子に影山さん自らハッシュタグに反応し、ハッシュタグ影山寝てるよとインスタグラムのストーリーに投稿して、ファンを安心させようとする気遣いも素晴らしかったです。また影山さんは2023年2月17日に卒業を発表しており、9枚目シングルが日向坂46として最後の活動となります。以前からミーグリでの完売率は上位だったものの、一時で完売したのは今回が初めてでした。最後に影山さんと話したいファンが多く、倍率がさらに上がったことが予想できます。現在では影山さんの公式インスタグラムのフォロワー数が60万以上であり、日向坂46でインスタグラムを開設したメンバーの中ではダントツトップです。今後の活躍も期待でき、さらに人気が上がることは間違いないため10位という結果になりました。9位、佐々木美玲。ミーグリ完売から見た日向坂メンバー人気ランキング9位は、ミーパンの愛称で親しまれ女優としても活躍している佐々木美玲さんです。佐々木さんは日向坂46では天然キャラですが、バラエティ番組への出演やモデルとしての活躍、そしてラジオパーソナリティを務めるなど芸達者な一面もあります。欅坂46の加入当初から高いパフォーマンス力が備わっており、元欅坂46メンバーの長濱ねるさんから、完璧人間、ダンスも歌もできるし、ひらがな欅で一番憧れていると紹介されたほどです。また激辛グルメにも強い佐々木さんは、冠番組での自己紹介の回で激辛麻婆豆腐を表情一つ変えずに食し、 MC の2人を驚かせたことがありました。その才能が別のバラエティ番組の超激辛チャレンジグルメという人気企画に出演し、激辛ベトナム麺、超激辛灼熱のデビルブン編完食にチャレンジしました。さすがの佐々木さんも終始苦悶の表情を浮かべ苦戦していましたが、いろんな人に日向坂46を知ってもらうために頑張ります、こんなのきつくないと自らを奮起させ、見事完食しました。スタジオからはすごいと感心する声が上がっており、頑張り屋さんの一面が佐々木さんの名前と日向坂を世間に広めたと言えるでしょう。そんな頑張り屋の佐々木さんは、天然キャラでありながらもしっかりと自分の意見があり、突き通す芯の通った性格でもあります。欅坂46のグループ結成から1年半経った頃、ライブでサプライズで流すはずだった2期生募集の告知映像が、スタッフの手違いでリハーサル中に流れてしまう事件が起きました。当時まだ知名度も今ほどではなかった1期生たちはショックを受け号泣してしまいました。佐々木さんは、みんなとりあえず1人になりたかった、号泣だったからとりあえず部屋に入ろうってなって、と説明しました。メンバーが衣装部屋に入ったところで、私がカチャってやっちゃいましたと部屋に鍵をかけて立てこもり状態にしたと言いました。1期生たちは自分たちの力が足りないことから2期生募集となったと考えたため、心が折れてしまったのでしょう。冠番組の MC の方から、ミーパンって芯が強いよな、ミーパンだもんな、立てこもったのと言われるほど芯の通った性格の持ち主です。天然キャラでありながらもしっかりと自分の意見があり、突き通すことができるところが人気の理由であると考えられます。8位、東村芽依。ミーグリ完売から見た日向坂メンバー人気ランキング8位は、メイメイや猫の愛称で親しみのある東村芽依さんです。
東村さんは日向坂46のメンバーの中でも飛び抜けた人見知りキャラで、すぐ泣いたり笑ったりしてしまう5歳児キャラのため放っておけない存在です。しかし時にはスポーツ万能、抜群の運動神経で周囲を驚かせてくれるギャップが魅力です。ほんわかとした表情で周囲を癒す東村さんはメンバー屈指の泣き虫としても知られています。過去に放送していた冠番組で司会が憧れの人であった小籔一豊さんであったことから、番組初回の冒頭から大好きですとつぶやきつつ涙を浮かべる場面も特徴的でした。また東村さんの出身地にかけて奈良のチーターとまで言われるほど運動神経の良さに定評のあります。東村さんは日向坂46一の運動神経を誇り、番組の運動系企画では常にトップの成績を残しています。2021年にはついに念願だったサスケ本戦への出場も果たし、外番組でも爪痕を残しました。共演していた加藤志保さんは激走する姿を見て、めいちゃんっていつもヘラヘラしているんですけど、こんなに真剣な顔初めて見ました、すごい感動しちゃいましたと涙ぐんでいました。番組を見ていた視聴者も普段の東村さんから想像できない真剣な姿に驚いたことでしょう。持ち前の運動神経と表現力を生かした東村さんはライブでは終始キレのあるパフォーマンスでファンを魅了しています。欅坂46時代の冠番組内で発表されたダンスが上手いメンバーランキングでも、パフォーマンス力の高いことで定評のある佐々木美玲さんを抑え堂々の1位に輝きました。当時メンバーだった柿崎めみさんは、体が小さいのに迫力がすごいと評し、佐々木美玲さんもヒップホップ系は東村芽衣と太鼓判を押していました。普段の5歳児キャラな東村さんとステージに立つパワフルな東村さんのギャップこそが彼女の人気の理由でしょう。7位、川田ひな。ミーグリ完売から見た日向坂メンバー人気ランキング7位は、日向坂46の愛されキャラの川田ひなさんです。川田さんは究極の癒し系としても知られています。日向坂46随一のピュアな性格を持つ丹生あかりさんが、優しさの塊、優しい心を持った子が存在するんだって、元気ない時川田さん見ると本当に元気になるというほどです。一方で同番組内で浜岸ひよりさんが川田さんが話したことをまとめて説明すると、それは違うときっぱり否定する一面もあり、意外とはっきり意見を伝えるところも魅力です。さらに自分の鏡があるのにメンバーの手鏡を使っていたり、加藤志保さんのアンケート用紙を前髪を切ったマット扱いにしたりと、素直でマイペースな性格も人気の理由です。川田さんはバラエティ番組で、私って全てを肯定してそれでいいんじゃないというタイプで、悪く言えば自分を持っていないんです、そんな性格だからいつもニコニコしているのかもしれないと話していました。自分を前に出せないことを弱点としていたようで、雑誌のインタビューで川田さんは、喋ることや前に出ることに挑戦していきたいと目標を語っています。目標を立ててからは自分の気持ちを表に出すようになり、ラジオではしっかりと持論を述べ、番組でもいじられる機会も増えました。このような努力もあって、彼女のキャラクター性はファン以外にも広まっていったようです。妹キャラのイメージが強い川田さんですが、最近は大人びた一面を見せることが増えてきています。写真集や雑誌のグラビアで見せた少女と大人の狭間にいるような表情は今の川田さんの魅力となり、今後の活動の幅が広がりそうです。6位、丹生あかり。ミーグリ完売から見た日向坂メンバー人気ランキング6位は、9枚目シングルで初の表題曲センターを務める丹生あかりさんです。ピュアで可愛らしいリアクションでファンだけではなく、冠番組で MC のオードリー春日俊明さんをも虜にしています。丹生さんの一番の魅力は純粋さです。一期生の斉藤京子さんは、どうして生まれたばかりの人間は最初は丹生ちゃんみたいなのに丹生ちゃんの心を忘れていくのだろうとコメントしています。また丹生さんと仲がいいことで知られる元一期生メンバーの井口真央さんからは、マイナスイオン、全く裏がなく一緒にいるとずっとハッピーな気分でいられると評されています。丹生さんはデビューシングルキュンの特典映像で、一つ一つの仕事を楽しむことが私らしくかなって、全部笑顔で吹き飛ばしてしまうようなのが私らしさなのかなって最近思ってますと語っていました。さらに、アイドルである以上悲しんでいる姿を表では見せたくないと言い、プロ意識の高さもありました。
いつも笑顔を絶やさないその天真爛漫な姿が印象的な丹生さんですが、努力家で負けず嫌いな一面もファンを魅了している理由などだと考えられます。そんな丹生さんも20歳になり、大人っぽさも増しました。2021年のアリーナツアーでは髪を下ろしたストレートヘアでイメージチェンジし、一部では丹生ちゃんではなく丹生さんと話題になりました。また2022年7月には自身初となる写真集の発売も決定し、声優としての仕事も舞い込むなど活躍の幅が広がっています。5位、松田好花。ミーグリ完売から見た日向坂メンバー人気ランキング5位は、京都出身ではんなりとした清楚な雰囲気を持ちつつ多彩でクレバーな一面もある松田好花さんです。松田好花さんが2018年の10月からショートカットに髪型を変更したことで注目され、人気が上がってきました。自身のブログで、やっと切れたって感じです、すっきりさっぱりと言っています。もともとショートカットにしたかった旨を述べており、この見た目の変化が松田さんの可愛さを数倍アップしたと考察できます。松田さんが冠番組での活躍が増えていったのには様々な努力が隠されていました。リトルトゥースになり、MC の2人のことを勉強することで、MC の方の年代の笑いにも対応できるように努力していました。冠番組の MC の2人がパーソナリティを務めるラジオ番組が放送600回記念の際は、放送600回記念だったので、今回はリトルトゥース T シャツの着回しをテーマにコーディネートしてみました、とブログで発信していました。2人のことを勉強するうちに好きになってしまったのですね。また、筋肉マン世代の MC は、冠番組内で頻繁に筋肉マンネタを繰り広げていました。世代の違うメンバーたちは理解ができず、リアクションを取れずにいたことが続いていました。しかし、なんとかメンバーたちと筋肉マンネタを共有したかったという MC の意見により、筋肉マンを習得しようという企画が実施されました。慣れない少年漫画ネタに苦戦するメンバーが多い中、しっかり予習して臨んだ松田さんは、次々と問題に答えていき、その高い適応力を MC の2人は絶賛しました。これをきっかけに MC の方の信頼をつかみ、露出の機会が急増したのだと考えられます。前回読むという努力から頑張り屋さんのイメージも定着し、見事ファンの人気を獲得しています。リトルトゥースや筋肉マンに詳しいなどを理由として的確なガヤを入れられるようになり、活躍できる道を自分で切り開いていました。偏差値71の名門高校に通っていた賢さを生かし、テレビ的にも安定した活躍をできるのは強みですね。 MC の若林正康さんから、松田好花リトルトゥースすぎるのよとお墨付きが出るほど MC2 人を深く知ろうとしており、何に対しても真面目に取り組む姿勢が自身の活躍の場を広げることにつながっているのでしょう。4位、加藤志保。ミーグリ完売から見た日向坂メンバー人気ランキング4位は、6月20日に初の写真集発売を発表した加藤志保さんです。気の強そうな美形とは裏腹に、実はマイペースで自然体なところのギャップが加藤さんの魅力です。加藤さんは2013年から行われている女性アイドル顔だけ総選挙2020では堂々の2位に選ばれました。この時の気持ちを、結果はありがたいことに2位でした、とても嬉しいです、純粋にとても嬉しいですと自身のブログでコメントしています。顔だけ総選挙は2019年にも行われ、この時の順位は7位でした。しかし翌年に2位までランクアップしたので、相当嬉しかったことがわかります。加藤さんは最近までラジオパーソナリティを務めており、佐々木久美さんがヘニョヘニョと称した脱力系ボイスでネガティブガチだが明るくユニークなトークを展開していました。また加藤さんはバラエティ能力が高く、リアクションがいいことが知られています。積極的に発言し、大喜利でもひるむことなく一発目から回答をしていきます。果敢に挑んだ証拠として、カットされた時間もメンバーの中で一番多いことが発表されました。冠番組では激酸っぱ麺を口に入れた瞬間に豪快にリバースするシーンがあったり、障害物競争で氷水に足をつけたまま放置される場面では目と口を見開き終始絶叫していました。さらにリアクションに加えて、どんな無茶ぶりにも対応するアドリブ力もあります。ぶりっ子を求められた際には、ときめきときめきレボリューションと叫ぶなど、顔は見えずとも赤面している様子が伝わるほどの頑張りを見せていました。獅子の全部が好きだという名曲をリスナーが作るほど愛されています。3位、斉藤京子。
ミニグリ完売から見た日向坂メンバー人気ランキング3位は、歌唱力抜群の実力派アイドルの斉藤京子さんです。可愛いルックスと低音ボイスとのギャップのほか、モデル、バラエティ番組などでも露出が増えています。テレビに出演すると、あのハーフツインの可愛い子は誰とリアルタイム検索ランキングに上がってくるほど人気があります。斉藤さんは中学生の頃から歌手になることが夢で、誰よりもそのために努力をしてきたとデビューシングル「キュン」の特典映像で語っていました。中高時代には自ら調べてボイストレーニングに通うなど、ソロの歌手を目指してレッスンを積みながら何度もオーディションに挑んできたという努力家な一面も見られます。斉藤さんは低音ボイスが特徴的で、冠番組の企画でカラオケ対決をした際は先輩の漢字欅を差し置いて見事1位になりました。欅坂46時代からナンバーワンの歌唱力との呼び声も高いです。パッチリとした目の可愛らしいビジュアルとは裏腹に、クールな低音ボイスでファンを魅了しています。またメンバーの中でもバラエティ番組に出演する機会が多い斉藤さんですが、出演後には反省や振り返りが欠かせないそうです。斉藤さんは取材で、少しでも爪痕が残せるようにどういうコメントが使われるのかということはたくさん考えているし、個性や独自の魅力を出すということも常に心のどこかに置いてありますと、活躍の裏に隠れた苦悩を語っていました。自身のバラエティ番組での立ち位置に悩みながらも、常に向上心を忘れない斉藤さんのことをファンも応援したくなります。現在は芸人さんと共に出演している冠番組が人気を博しており、お日様以外のファン層も開拓しつつあります。冠番組を持ち活躍の場を広げる彼女の努力は、今後グループにどう還元されていくのだろうか目が離せません。2位、金村美玖。ミーグリ完売から見た日向坂メンバー人気ランキング2位は、お寿司の愛称で親しまれている金村美玖さんです。金村さんはとても真面目な性格で、 MC からの振りにもしっかり受け答えしています。冠番組でもぶりっ子企画で初ガツオを引き出すなど、いつも企画に前向きです。そんなバラエティに積極的に取り組む金村さんですが、冠番組で学力テストが行われた際にケアレスミスの影響で順位が振るわなかったため、思わず涙していました。悔し泣きをしてしまうくらい本気で挑む姿を見て応援したくなるのが金村さんの魅力の一つです。また明るくて積極性のある性格の金村さんはバラエティでもしっかり活躍しています。ですが積極性を持って前に出て行ってもうまく喋れなかったり、失敗したり空回りしたりしていることもありました。番組的にはその空回り感をいじって美味しくできていたので、バラエティ的に金村さんのようなキャラクターは重要だと思います。実際に冠番組の MC から負のオーラがあるといじられており、その姿が周りの笑いを誘っていました。6枚目シングルではセンターを務めており、日向坂46グループ史上4人目のセンター経験者となりました。金村さんは、私はこう見えてお豆腐メンタルなので不安になる時がたくさんあってとブログで語っていました。しかしそんな不安になりやすい性格であるにもかかわらず、ひたむきに頑張る姿に胸を打たれるファンは多いでしょう。金村さんの人気の理由は、楽曲やバラエティ番組に全力で挑んで、時には壁にぶち当たってもがきながらもひたむきに努力する姿にファンが共感しているのだと思います。ダサダライブでは周りも納得するほどの圧倒的な感情表現で青春の馬センターを務め上げました。また同時期に4枚目シングル「そんなことないよ」でフロント入りし、メディア露出が急増したことをきっかけに人気メンバーとなっていきました。1位、小坂奈緒。ミーグリ完売から見た日向坂メンバー人気ランキング1位は、日向坂46の絶対的エースの小坂奈緒さんです。2期生として欅坂46に加入後、徐々に人気を伸ばし、現在ではエースとして活躍されています。日向坂46のデビューシングル「キュン」から4枚目シングル「そんなことないよ」の4作連続でセンターを務めています。5枚目シングルが発売後、体調不良のため2021年6月から2022年3月まで休養していました。2022年3月末の東京ドームでのひな誕祭にて念願の復帰を果たしました。小坂さんが人気の理由は、可愛らしいルックスはもちろん、何事にも一生懸命な姿です。加入後初めて冠番組に出演した時もスタジオがかなりざわつくという事態になり、小坂さんの美人さは周りから一目置かれているということが浮き彫りとなりました。スタジオの反応からも
センターにふさわしいビジュアルであることがよくわかります。また小坂さんは何事にも真面目でストイックな性格です。小坂さんが初出演のホラー映画に出演した際、演技の自己評価は100点満点中10点と回答しました。2度目に出演した映画でも15点と自分を辛口評価しました。しかし小坂直さんは努力しているという感覚はなく当たり前のことと語り、10代とは思えない意志の強さを感じさせます。ファンに好きになってもらいたいという思いがモチベーションで、自分に自信を持てないのをバネに頑張れると語る小坂さんを見守りたいと思うファンは多いと考えられます。2021年6月29日、日向坂46で3番目に写真集君は誰が発売されました。発売日当初に Amazon、楽天、HMV でランキング1位を獲得し、さらにオリコン週間売上ランキングの女性写真集部門では歴代5位に輝きました。ミーグリでも常に一時完売であり、小坂さんの人気は今後も落ちることはないでしょう。今回は2023年最新ミーグリ完売から見た日向坂メンバー人気ランキングをご紹介しました。4期生も加入し、今後分散される可能性はありますが、ミーグリ完売率の高さは他の坂道グループと比較しても異次元です。ファンから焼け野原と言われるほどほぼ全メンバーの完売率が高いです。今後はリアルミーグリが開催される予定であり、さらに競争率は高くなりそうですね。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。